アミエル・ウィークス・ウィップルアミエル・ウィークス・ウィップルは、アメリカ陸軍の技術将校である。アメリカ・メキシコ国境地域の調査や、大陸横断鉄道の経路調査隊などを率いた、南北戦争のチャンセラーズ・ビルの戦いで重傷を負い、死亡した。栄誉を称え、アリゾナ州の陸軍の基地、フォート・ウィップルに命名された、マサチューセッツ州のグリニッチに生まれた。 アマウスト大学で学んだ後、1841年に陸軍士官学校を卒業した。地図作成を業務都市東海岸のパタプスコ川、ニューオーリンズ近郊、ポーツマス港の測量やメキシコやカナダとの国境の策定作業を行った。これらの測量事業には当時の有力な植物学者ジョン・トーリーらの要望でチャールズ・クリストファー・パリーや ジョン・ミルトン・ビゲローらが植物の収集、調査のために一種の立場で同行した。1853年に太平洋に至る最初の大陸横断鉄道の敷設のために北緯35度付近の地域を調査し、1855年から1857年の間にその調査記録、エクスプロレーションズセルベイズ4、エレールロードルートフロムザ、 ミシシッピーリバーツーザ・パシフィック・オーシャンを出版した。この著作には、オプンティア・デビサイなどのウィップルが記載した新種のサボテンの記述も含まれている。南北戦争が始まると、ウィップルはアービン・マクドウェル将軍の下に従軍した後、ジョージ・マクレランのポトマック軍の幕僚に配属された。ウィップルの地図はバージニア州の戦場で使用され、1862年に、 死願兵団の順章として、ワシントン DC のバージニア側の防衛を指揮した。1862年12月のフレデリックスバーグの戦いで軍港を挙げた後、チャンセラーズビルの戦いの終わった後、狙撃兵の銃弾を受け、ワシントンに運ばれたが死亡した。アジサイ科の植物の俗名、ウィッポラやキジカクシカの種、ヘスパーヤカウィパリーに懸命されている。ウィップルは、 植物の学名で命名者を示す場合に、アミエル・ウィークス・ウィップルを示すのに使われる。ありがとうございます。